心のパレット広げよう。昨日のあなたそのままでいい。くじけた夢さえときめいて、ララ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 ラ。
3曲目おぼろ月をお聴きいただきました。入り口のとこで皆さんアンケートをもらったかなと思うんですけども、ちょっと僕たちもアンケートを1枚入れておりますので、よかったら答えていただけると僕たち非常に喜びますので、よろしくお願いします。お願いします。先ほどの休憩時間のトークの時に、ね、僕たちガーナガーナが今年創立20周年という話をしたと思うんですけども、それの特別イベントというのがいくつかありまして、今回、音沼はボリューム43、これも、特別イベントの一つとして、開催していただきました。ありがとうございます。音沼というのは、人と人とのつながり、ハーモニーというのを、表していまして、今回のライブでも、先輩後輩という年齢の縦のつながりや、九州、関西、関東からですかねの、地域のつながりっていう横のつながり、いろんな輪を感じていただけるライブになったかなと思います。次の曲に参りたいと思うんですが、次の曲は、大切な人とのつながりを歌った曲になります。皆さんもそういうつながりをイメージしながら、思い出しながら聴いていただきたいと思います。最後の曲になります。あ、そうですね、最後の曲になります。それではお聴きください。夢聞こう。一度きり
って行きたい明日へ続いてく夢希望あなたとの夢希望